政治に勇気を、幸福実現党宣言、3、幸福の科学グループ、創始者兼総裁、大川隆法。4、正しさのために命を懸けよ。宗教家こそが堂々と正論を貫ける。そうした状況下において、幸福の科学はあくまでも純粋に正しいものは正しいと主張し続ける団体でありたいと思っています。信者の一人一人に対しては、正しき心の探求を求めてきましたが、団体としてもやはり正しい国家目標、あるいは正しい未来目標を追求していく姿勢を持ち続けたいと思います。そのことが我々の利益になるか害になるかということは別にして、冷静に考えてみて正しいと思うことは貫くという姿勢を守らなければならないと思うのです。今回は政党の立ち上げが急であったこともあり、宗教家の立場から立候補する人もかなりいます。ただ、そのことについて引け目を感じる必要はないと私は思います。むしろ今、宗教家以外にこの世のいろいろなしがらみや利害関係にとらわれずに堂々と意見を言える職業はほとんどないでしょう。大抵何らかの利害が絡んでいて正論が言えない状況です。当会は学校のいじめ問題等にも取り組んできましたが、学校の教員でさえこのありさまかと呆れるような驚くべき状況でした。ある小学校では自分たちの立場を守るために完璧な情報統制がなされていたことがあります。いじめがあったにもかかわらず、学校側はいじめはなかったと見事に嘘を突き通し、そういう嘘を教職員全員で共有して固め、学校の中に外部の人を一歩も入れようとしないのです。公務員は国民への奉仕者、サーヴァントであるという考え方など完璧にどこかに飛んでしまっていて、自分たちの職業を守るということしか考えていません。いじめ問題に取り組んでみて、それがよくわかりました。正論を貫き改革をしていくことがどれほど難しいことであるかということです。民主主義を担保するものとして、かつてはマスコミに大きな期待がかかっていたと思います。第一章でも述べましたが、アメリカ合衆国が建国された頃のジェファーソン大統領は、政府と新聞とどちらを選ぶかといえば新聞の方を選ぶというようなことを言っています。古き良き時代はそうであったと思います。しかし現代においてはマスコミもかなり巨大な組織になっていて、官僚組織とほとんど変わらない動きをしているように私には見えます。マスコミは在野の精神をもっと発揮して自由な言論を出した方が良いのではないでしょうか。報道内容については経営体あるいは官僚組織としての意思決定がなされているように思われます。永遠の生命を信ずるならば何も恐れるものはない。この国は肥大化しすぎています。いろいろな法律やシステムが固まりすぎて身動きが取れず、自由な言論ができないような世の中になっているのであれば、この世の中をリメイク、
作り直す、しなければいけません。そういう時期が今来ていると思います。勇気を持ってそれができるのは私たち宗教家ではないかと密かに自負しているところです。宗教家ははっきり言えばバカなのだと思います。宗教家はそんなこと、命を取られるようなことを平気でするので、この世的にはバカに見えるでしょう。バカだとは思うけれども、しかし人々が不幸になるのを見ていられないのです。不正を見て黙っていられないのです。人々が悲惨な未来を享受するのを黙って見ていることができないのです。それが宗教家です。宗派を超えてそうなのです。キリスト教でも同じです。イエスも聖書の中で次のようなことを述べています。人のために命を捨てることよりも大きな愛はないと。その通りです。世の中の見知らぬ人々のために命を捨てて行動することほど尊いものはないと思います。我らは信仰者として永遠の生命を信ずるものです。そしてこの世はあくまでも魂の学校であり、人生修行のために生まれてきているのだと信ずるものです。そうであるならば、何も恐れることはありません。この世はあなた方の魂を磨き、あなた方がさまざまな苦難困難に打ち勝って、素晴らしい世の中を作っていこうと努力するための学校なのです。その学校の中で、あなた方が自分たちの利害に囚われたり、あるいは卑怯者になったりしないかどうか、その魂の磨きを今試されているのだと思います。これからも様々な障害や困難があるとは思います。政党の旗揚げによって、個人で事業をしている人、大きな会社に勤めている人など、いろいろな人に様々なマイナスのこと、苦しいこと、悩ましいことが起きてくるかもしれません。あるいは家庭の中に波風が立つこともあるかと思います。しかし、それが宗教です。宗教というものは、正しさのために命を懸けるものなのです。私もそのつもりでやってきました。危害のない政治家は去れ、おそらく世間の常識、かっこつきの常識から見たら、バカなことを言い、バカなことをやっているように見えるのだろうと思います。しかし、それでも、あえて国家の危害などの本を出し、政治家たちに物申しているのです。危害のない政治家だらけです。勇気のない政治家だらけです。少し批判されると落選するから、少し批判されると大臣をクビになるから、言うべきことを言えないでいます。まことに勇気がありません。信念があるのならば、自分が正しいと思うことを言い通すべきです。それだけの危害もないなら、政治家になるべきではありません。私はそう思います。危害のある人に政治家になっていただきたいし、信念を貫き通していただきたいと思います。衆議院の解散が近づいていますが、政治家というものの仕事を見直し、そして政治家を選び直す時期が今来ていると思います。この国には危害のない政治家などいりません。国家のため、国民のため、そして
世界のために自分の命を投げ捨てるような気高い政治家であっていただきたいと私は思います。幸福実現党から既成の二大政党およびその他の政党に対するチャレンジがなされることでしょう。結果は様々に予想されますが、結果にとらわれることなく信念を貫くことです。正しさのために戦うことは宗教家の義務です。言うべきことを言い、通すべきものは通す。信念のない者にはこの国を動かす資格はないということを声高らかに告げたいと思います。時には激しい言論戦になることもあるでしょう。しかし常に大義は何であるかということを考え、大いなる大義のために勇気ある行動をとることを望みます。新しい政党の旅立ちを心から祝福し、政党の母体である幸福の科学の総裁として、幸福実現党を支援することをここに誓います。